どうも、しねこです。今回も祝日作ろうぜやっていきたいと思います。パート2ということで、前回のね、パート1ではですね、まあ、休みまくるね、ウィークをね、作りましてね、まあ、はっはっはっは、みたいな感じですよ。なんだ、はっ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 てね。はい。で、今回も、新しい電気をね、作りましょうよということで、どんなイメージのね、電気にしようかなということでね、前回はね、まあリラックスの、本当にね、もう寝るんだ。休めるんだみたいなね、感じだったのでね、今回は、ワクワクってなんだろうな。まあ、ワクワクにしてみようか。じゃあ、どんな要素入れた電球ね。子供、チャレンジ、欲望解放、コスペ、ワクワク、チャレンジする。あ、それじゃあ、何？無謀な挑戦を言ってくる。祝日か。怖いよ。何させられんのよ。無理のある挑戦を楽しめるウィークですね。何無理のある挑戦で。挑戦。なんかテンション上がるな。無謀な挑戦だよ。何月ね、そうだな。まあ前回ね、まあ祝日なんもない6月にね、ウィークとして作りましたけど、どうしよっかな。いや、もう5月はさ、もう半分ぐらい、もう休みでもいいんじゃない？もうゴールデンウィークもあってね。さらに、その、次の週ぐらいにね、作っちゃえ。こうして、ワルトラのみんなは、5月に新たな電球を作る計画を立て、電球メーカーに記入することで電球を制定し、その PR 動画を作成した。ある日、青年が動画サイトを見ていたとき、その PR 動画は広告として流れた。実況動画見ようと思ったんだが、広告が始まったな。あ、1分くらいなんか長いな。飛ばせねえのかな。新たな連休気になるし、見てみよう。なんだろう。無謀な挑戦ウィーク。うはははは。俺さんたちが5月に新たに連休を制定した。次の5月から早速休みだ。ゴールデンウィークの次の週ぐらいにやるぜ。その後、無謀な挑戦ウィーク。さすがにそれは無理だろう。というチャレンジをするための連休なのだ。今から無謀な挑戦ウィークの楽しみ方を大紹介しよう。もう、ウィンドさん、無人島行った？例えば、デルアレ、無人島に旅行に行ったり、ゴリラに腕相撲の勝負に、ファイヤーさん、大丈夫か？こんなことやったらどうなるんだろうなーってことを、実際にやってみるか、このウィークの醍醐味だぜ。とは言っても、無謀な挑戦でもやって、パッとやりたいことが思い浮かばない人も多いですよね。もう思い浮かばない。もう知らないよ、そんな挑戦恐ろしいよ、言ってね。そこは心配ご無用です。とっておきのグッズがあるんです。なんだい？無謀な挑戦カード。その無謀な挑戦カードです。このカードにはたくさんの無謀な挑戦が書いてあり、そこから1枚引いてそこに書いてることをミッションとしてチャレンジできます。激辛とおばさんのラーメンを食べるみたいなシンプルなものから、綿棒1本を交渉実績で100億円で売るみたいなハイレベルなものまで、様々なミッションがあります。今ならこのカードセット、我々が半額で提供しているので、ぜひ皆さんも試してみてください。なんで急にポーズ画面出てたな。休めみんな、しっかり電池を満喫して、心のゆとりを作るのだ。ありがとう。どうしたシュネコよみたいな感じですよ。連休楽しみだな。その後、連休の PR 動画はあちこちで視聴され、世の中の人々は連休を楽しんだ。連休補充道、ひよくんお疲れ。どれぐらいの人が連休を満喫したのだ？一部。一部の人たちが連休を楽しんでいたみたいです。まあ、無謀な挑戦言われてもね、休む人はとことん楽しんでいましたが、7割ぐらいの人は平日と同じように忙しく過ごしていたみたいです。なるほどな。やっぱ、もっとバンバン資金を使って休むよう宣伝するべきだったな。まあ、何やともね、諸君もゆっくり休むのだ。むあーだなんだよ。いやー、一部の人か、まあね、無謀なチャレンジね。言われてもね、あれだよ。休めない人もいるからね。でも何月かのですね、変わるんだよね。それはすごいと思うよ。エンド、誰目線なんだろうね。はい。ということで、連休図鑑は2つですね。12分の2解放です。てっててん、てっててん、てっててん、てってんですよ。はい、ということだよね。さあ、次回、ね。もっと休めるようにね。まあ、考えましょうよということで、もしこの動画少しも良かったと思ってくださいましたら、高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ってことでしたら、次回の動画でお会いしましょう。で、ありがとうございました。